過ぎてますんで、かなり、遅い時間になってます。まあ今日またね、サーフ来てみました。波1メーターって言うんですけどね、風が南寄りの風なんで、今日向かい風ですね。向かい風ってそんな感じです。風結構ねありますね。幾分か風が強い。ちょっと向かい風きついかな。ちょっとミノータイプは飛ばないだろうね、これだとね。波は風があるからね、結構こうさざ波っていうか結構あるね。本当に向かい風に近いね。これが風がなかったら結構いい感じなんだよね。さあ、そうしましたらですね、ちょっと風があるんでスピンビーム、これでやります。スピンビーム、風の音がね結構入ってるかもしれない。
ごいな。あそこかもしんねえな、今日のポイント。ちょっともっと釣れよ。いいね。あそこかもしんない。多分あそこ渡って手前が深くなってるから、キャッチとしても多分あそこまで届かないでしょ。いいような気がする。ここね、ここからもうちょっと2コブぐらい向こうまで。ああ、いいんじゃない。ここでやってみようか。
今のヒットしたな。マジか、海のお話か、海でお話かよ。今ヒットしたね。今ヒットしましたね。さあ、今当たりましたよ、完全に。いや、今当たりましたね。あのね、やっぱり離岸流の感じのあたりがいいね。やっぱり離岸流なんだよな。魚こっち向いてるよね、絶対ね。そう、多分今のは針がかりしちゃったからな。もう逃げちゃったのかな。針がかりしちゃったら終わりだよね、多分。いくらなんでもね。いたね。やっぱりいましたね。流れのあるとこだよね。流れのあるところ、違うもんね、ここね。ここは違うよ、絶対。やったかな、逃げちゃったかな。惜しかったね。ヒットしたね。確かにヒットしましたよ。残念無念、残念無念です。残念だな、今の当たったのにね。乗んなかったね。乗りませんでしたね。
いませんでしたね。惜しかったね。ちょっと惜しかったね。一つ戻ろう。惜しかったな。ヒット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 しました。ヒットしましたよ。はい、魚ですね。おお、いい感じの引き。おお、やばい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 。これシーバスじゃない？ひょっとしてシーバスじゃないですか。いいよ、いい感じですよ。かなりいい感じ。これシーバスかもしんない。なんだろう、シーバスかな。いい感じの引き。いいよ、なかなか。なんかでも暴れねえな。シーバスじゃねえな、ヒラメかな。ヒラメだったらでっかいよ、これヒラメだったらでかいですよ。やばい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 。ヒラメだったらでかいよ。ヒラメだったらでかいですよ、本当にマジで。あー、こっちだ。斜めになってる。こっち斜めにかかってる。どこまで行った？こっち斜めになってる。いいサイズのこっち、いいサイズのこっち。おお、ちょっとすれ気味だけど、まあね、食いそびれっちのあるからね。ありがとうございます。いいこっちだね。いいこっち、いいこっちだった。やっぱりさっき当たったよね。さっきも当たったんだけどね。いいサイズのこっちでした。ありがとうございます。まあすれればすれなんだけどね。まあ反転して食えなかったっていうふうな、そういうこともありましたよね。ありがとうございます。すごいな、さすがスピンビーム。毎回スピンビームで助けられてんな、あのサーフは。サーフはね、スピンビームで助けられてます。いつもスピンビームで。
座らせてもらってます。ありがとうございます。結構いいサイズ。何センチもあるのかなこれ。結構ありますよ大きさ。そしたらちょっと写真撮ろうかな。あんまり撮ったことないんだけど写真撮ります。やっぱりいたね。さっき当たったのね、大体ね。さっき当たったんですよ、本当に。さっき当たったから、あ、これはいるなと思ったんだけど、やっぱりいたね。入らない。画像に。ありがとうございます。では、逃がしますか。何センチなんだろう。何センチなのかな、これ。結構あるよね。結構あるよね。46、6、7っていうとこだな。46市、ありがとうございます。じゃあ逃がしてあげます。ほら行きな。あ、行くね。はい、行きそうかな。ありがとうございます。やっぱりいたね。狙い通り、狙い通り。俺追っかけてきたんだろうな、多分な。さっきこっちでやって、このコブでやって、パツンってやって、かけられなくて、あれから10頭ぐらいやったかな。で、今度こっち側の山に来て、ようやくかけれました。10頭ぐらいやったかな。やっぱりそこら辺にまだ追っかけてきてたんだね。ありがとうございます。また釣らさせてもらいました。手応え結構あったけど、やっぱりね、ちょっと横に引っかかってたね。うん、反転したんだろうね、多分ね。まあそういうのあるからね、ルアーは。まあありがとうございます、とりあえず。やっぱりね、ポイント的にはね、離岸流、目で見えないんだけどね。目で見える時と見えない時があるんだけど、離岸流、もう手応えなんだよね。ルアーをリトリーブしてみて、こういう感じかを見て離岸流も発見するしかない時もあるんだけど、ずーっと何か所かやってきてね、ここら辺、もう一度手前あたりからなんかここら辺離岸流あるなみたいな、そんな感じでやって、ここやって、その隣のコブやった時にね、一回ヒットしてそれかかんなかったけど、あ、行くなーっていうことで、まあ今一個戻って、そしてキャストして、ようやくかけました。多分おかげで来てたのね、手前までね。そんな感じだと思います。やっぱり場所だよね、場所、その日の場所。やっぱりその日のね、その潮の感じ。場所はもういろんなとこ移動するからね、今日もここ、明日もここっていうわけにいかないんで、
やっぱりそこら辺でよく見定めるしかないんだよね。人がいないときは移動できるからいいんだけどね、人がいっぱいのときは移動できないからね。そうなるとね、もう運だよね。一回じゃ振ってくれないときあるからな。それも運の一つだよね、多分。もう1ヶ月ぐらい前のここの場所に来たことあるんだけど、あの時は 3匹来たかな。ただね、あの時もやっぱりね、場所は全然違う、うん、場所もやっぱりね、前回とは違うところで釣れてますよね。3回とも別なところで釣ってます。まあ10メーター、15メーターは違ったかな。その日によって潮が違うからね。いや、離岸流もその日によって変わるよね。時間でこう動いちゃうもんね、離岸流。今結構ね、いい感じ。さっきよりはあんまり良くないな。でもいい感じ。ここら辺じゃないな。さっきはまともに当たったからね、ドン。あれで乗らないっていうのも考えられないけど、なんで乗らなかったのかが不思議だった。さあ、ちょっとここでさ、少しあっちにずれようか。ずれてみようかね。ちょっとずれてみようか。少し向こうに行ってみます。やっぱりそんなに同じポイントにね、何匹もいないしね。一コブ二コブずれるとまたポイント違くなるから、ひょっとしてまたいるかもね。ちょっとここら辺のコブでやってみる。まあ、さっきのとこから2つは離れてるけど、ちょっとここでやってみる。いえいえ、ベタナギだね、今最高、一番いいかも、ベタナギで。あ、いい感じ、ここ結構いい感じ。お、今の値じゃないよね。いい感じ、ここ潮効いてる。ここを聞いてたね、今ね。ひょっとしてひょっとするかも。
いい感じだな。潮効いてる、ここすごい。塩が効いてるね、いいね。いるんじゃないですか、ここに。ここにいるかもよ。もう一個ずれっか。当たんないもんね。じゃあもう一個ずれます。最後、もうラストだね、今日。今日ラストはね、さっきかけたところに来てます。ここをラストにします。さっきよりやっぱり 飛ばないな、いまいち。いまいち届かないね。寝がかり？寝がかり今の。やめてよね。今ヒットだよね。ヒットしたよね。寝がかりじゃないよね、まさか。なんという。でもあれはちょっと、あれヒットだったら絶対かかってるよな。でも下手くそだからな、なんかな、食い方が。すぐそこだったね。やっぱすぐそこだったな。すぐそこだったよ今。まさかさっきの魚ってことねえよね。当たったかもよ、また。うわ、そこに来てた大木、危な、わからなかった。
さっきの大木そこまで寄ってきてる。まあいいや。はい、終了です。ありがとうございました。大木そこまで来てた、知らないうちに。あんなのかけちゃったら大変だよね。はい、じゃあ終わりにします。